おはようございます、大村です。今学校に向かっているところなんですが、ちょっとねいつもと違う道を散歩しながらゆっくり向かってます。見えました、さっきの空気。ちょっと見えなかったかな。すごい大きくて、しかも一個一個が分厚いんですよ。もうなんかちっちゃい小ぶりのアンパンぐらいあるんちゃうかっていう。そうで、中にクリームが入ったりするのもあってね、なんかフレーバーもチョコチップとか定番のものから、なんかいろんなこう季節限定とか、この間パンプキンスパイスみたいな美味しかった。そうめちゃくちゃ甘いんですけどね、たまになんか食べたくなるんですよ。もうあの甘い匂いを嗅いでしまうとね。なんかね、いつも思うのが、あれに限らずアメリカの甘いお菓子ね、甘さがね、もう日本の、甘いお菓子と比べて尋常じゃないわけですよ。で、なんか小学生の時に理科の実験で、ビーカーの中にね、水を入れて、そこに砂糖をちょっとずつ足して、どこまで溶けるかみたいな、どれぐらいの量がこう水の中にこう溶け込むのかっていうのをやった記憶があるんですけど、まあ、それは要はそう砂糖が水に溶けるのにもその量に限界があるぜっていう話だったと思うんですよ。なんかそれを思い出してね、なんかそれ超えてんちゃうかっていう。そもそも砂糖ってこんなに甘かったっけっていう、もうなんか脳天直撃するカーンっていう 甘さなんですよね。でもそれを一回経験してしまうとね、ちょっとね、なんかね時々こう、まあ、私も結構低血圧な人間なんで、なんかたまにどうしてもこう気合を入れたい時とかに、あ、甘いもん欲しいなってなるんですよね。まあ、なんかあんまり頻繁にやるとね、ちょっと健康に良くないかなと思うから、こうやってこう歩いて学校行ったり、なんかそういう体を動かしてこう血液巡らすようにはしてるんですけど、でも美味しいから、まあ、なんかの時にこうちょっとね自分へのご褒美的に鼻水出たかも、ごめん買ったら、まあ、ちょっとお見せします、また今度、はい。で今日学校行って、でそれからその後ねマンハッタンに行って、ある友達に会って、なんかね今日ニューヨーク地下鉄のなんだ昔走ってたレトロ車両が復活するとかいう、なんかそういう催しをやってるんですよ。なんか普通の線路にその昔の車両が混ざって走ってるかなんかで、そう、それ行ってみようって誘ってもらったんで行ってきます。どうもどうも、学校出て地下鉄乗り継いで今ダウンタウンに向かってます。ちょっといっぱい歩いたので眠たくなってきましたけれども、レトロ電車楽しみです。普通の電車っていうのはこんな感じ。